2018FIFAU-20 女子ワールドカップは2018年8月5日から8月24日にかけてフランスで開催された第9回目の FIFAU-20 女子ワールドカップである。決勝で日本が3の1でスペインを下し初優勝を果たした。日本はすでに2011年に年齢制限のない FIFA 女子ワールドカップで2014年に FIFAU-17 女子ワールドカップで優勝しており、女子サッカー史上初めて FIFA フフ主催の3つの世界、選手権大会をすべて制した国となった。この大会は2019年に開催予定の 2019FIFA フフ女子ワールドカップのプレ大会として開催された。2014年10月31日に以下の国が開催国に立候補すると発表された。 2015年3月19日の FIFA フフの理事会で、2018年、大会はフランスで開催することが決定した。出場枠の配分は2016年10月13日から14日にかけて開催されたフ、FIFA フ評議会にて承認された。2017年9月7日に開催都市が決定した。組み合わせ抽選が2018年3月8日に、レンヌのレンヌオペラハウスで行われて、 グループリーグの組み合わせが決まった。開催日時はすべて現地時間。グループ A ニュージーランド V オランダフランス V ガーナ、オランダ V ガーナフランス V ニュージーランドオランダ V、フランスガーナ V ニュージーランドグループ B メキシコ V、ブラジル北朝鮮 V イングランドブラジル V イングランド、北朝鮮 V メキシコブラジル V 北朝鮮、イングランド V メキシコグループ C パラグアイ V スペイン。 アメリカ合衆国 V 日本スペイン V 日本アメリカ合衆国 V パラグアイスペイン V アメリカ合衆国日本 V パラグアイグループ D ナイジェリア V ドイツハイチ V 中国ドイツ V 中国ハイチ V ナイジェリアドイツ V ハイチ中国 V ナイジェリア決勝トーナメントでは90分で決着がつかない場合は30分間の延長戦を行いそれでも決着つかない場合は PK 戦で勝利チームを決定する。ただし3位決定戦が90分で決着がつかない場合は延長戦は行わずに PK 戦を行う。準々決勝スペイン V ナイジェリアフランス V 北朝鮮イングランド V オランダドイツ V 日本準決勝イングランド V 日本フランス V スペイン3位決定戦フランス V イングランド決勝スペイン V 日本以下の勝が、 選手個人及びチームに授与された。準優勝だったフランスは開催国での出場だったためご位のチームにも出場権が与えられた。ハイインタレストインホスティングフィーファコンピティションス。fifa.com。2015年4月25日閲覧。fifa リシブスビディングドキュメンツ法2019フィーファウィメン。s ワールドカップ。fifa.com。2015年4月25日閲覧。 フランス2ホストザ・フィファ・ウィメン、S ワールドカップイン2019。FIFA フフ、2015年4月25日閲覧。FIFA フ・フウィメンズ・トゥアナメンツイン 2018&2019。f i f a トコム、2016年11月13日閲覧。 FIFAU-20WMENTSWORLDCUPFRANCE2018HOSTCITIESANNOUNCED-XIFA.com、e e e e、2017年9月7日ガイジャロリーズインディビジュアルアナーズインフランス2018年8月24日 FIFA.com ありがとうございます